初心者エイペックスへようこそ。どうもみぞちるです。今回はカジュアルやります。エイペックス解説員のマリサだぜ。始まったんですけど何のキャラ選ぶんですか？やっぱり使いやすそうなライフラインにしようと思います。水星。絶対に偽物だぜ。そう世の中甘くない。さあ水星は何を選ぶんだ？これでライフラインとかだったら怒ります。このままだとバンガロールを選ぶ気がする。バンガロールだ。次の野良はライフラを選択したので、は？じゃあもう抜けよ。やめろー。はい、じゃあブラッドハウンド選びます。初心者なのでキャラがあんまり解放されてません。それじゃ行くぜ。はい、私がジャンプマスター。俺の指示に従えばいいわよ。性格曲がってますよ。顔曲がってますよ。発球、レッツゴー。初動詞したら負けだよ。当たり前のこと言っててくさ。最近さ、ドルってゲーム始めたんだよね。リーグオブレジェンドってやつで、めっちゃ戦略性があって楽しいんだよね。まあロルトークはこのぐらいにして。エペなのに別ゲー話すな。お前がよくするイモスな。オーセンチネルが置いてある。これは勝てる。この試合が終わったらお風呂に入るんだ。いや死亡フラグと思わせて違うやつ。とりあえず武器を漁って。めっちゃ敵近いぞ。やばい、水星が死んじゃう。本気モードなるわ。やばいんじゃないか。今こそスキャンした方がいいかも。だがみぞちるはスキャン忘れてたんだよな。これ録画だから、これ録画だから。大切なことなので2回言いました。水星が味方を確認したみたいなんで。銃弾上がってますよ。神エイム来た。あーそうですか、カッコシット。ここでスキャンをやっていく。はい、どうも皆さんこんにちは。初心者エペックスへようこそ。どうもみぞちるです。おい、これ2回目だぞ。え、何のこと？記憶喪失？エペって何？ってなことでやります。やりましょうって言いたいじゃないですか。今回は初動詞しないようにします。激戦区次はロタ。よし、早速武器を取っていきます。いや、エバカちょっとフォトナのようにショットガンゲームじゃないからな。やはりエイムで語り合おう。敵がいるな。は？エイムが死んだ。逃げます。痛すぎる。やばい。あーもうめちゃくちゃだよ。その後カードをクラフトしてくれたので蘇生してもらいました。よし、ナイス味方。レッツゴー。ハイドします。ちょうど味方もいるので大丈夫。なんか漁ってる音が聞こえるな。お、来たぞ。よし、シールドカット。うわ死んだ。やばい、味方頑張って。あ、ダメだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それじゃまたのー。